ぶっ殺すと心の中で思ったなら、すでに行動は終わっている。まさか、もしかしてついてないのは、俺の方か。くそ、エネルギーを、廊下の方に使っているからな。たとえ、腕を飛ばされようが、足をもがれようとも、貴様を倒す!動きが見える。呪いぞ、ブチャラティ!動きが見えるぞ!呪い!言ったろうが、俺はやるって言ったら、とことんやるってな!そう、やられるしかない。ただし、お前がだ!戦いの発想を、四次元的にしなくてはいけないんだ。直に俺の能力を、叩き込む!これでお前らは皆殺しだ!そしてボスの娘は、俺たちが手に入れる!喰らえ!グレイトフルデッド!てめえが俺に勝つことは、太陽が西から昇らないのと同じように、ありえねえことだぜ!そんなことじゃ、甘いんじゃねえか?どうした?肩こりで疲労でも出てきたか?このふぬけ野郎が!なんだ今のざまは。なかなかの強さだ。いや、マジに恐れ入ったよ。おめえは万毛になんだよ!栄光は、お前に、あるぞ。俺は、見守っているぜ。グレイト、フルデッド。ブチャラティたちはすでにこの列車のどこかに乗ってるようだが。おい、ペッシー!この列車を、先っちょからケツまで、とことんやるぜ。どっかに潜んでいるブチャラティどもを、引きずり出してやる。言っただろうがよ!とことんやるってな!奴らは絶対いる。ザ・グレイト・フル・デッド!ペッシー!お前は列車の反対側を探せ!まさか、貴様!バカな!外は時速150キロだぞ!うわぁ!ブチャラティ!貴様!ペッシー!早く列車を止めろ!うわぁ!ペッシー!間に合わねえ!ねえ、あんた、助けてほしいんだよ。俺、どうなっちまってんだよ。バカめ。くらえ!グレイトフルデッド!時価は素早いんだぜ。これぐらいのことで騒ぐんじゃねえ。俺たちチームはな、そこら辺の大口叩いている負け犬どもとは、わけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。行くぜ、ペッシー。ミスタが3両目から出てくるのを俺は見た。娘は食堂車にいる。列車の窓から見えた感じでは、ブチャラティは駅のホームで何か黒いものを受け取った。それだ、この食堂車で今探すの。何?早いな。お前のスティッキーフィンガーズの方が、確かにスピードは上か。そして、このジッパーで俺を外に追い出すつもりだな。グレイトフルデッド!グレイトフルデッド!グレイトフルデッド。ドア!ドア!はっ!今日は!喰らえ!そこか!決まりだぜ!はっ!呪いぞ!見える!なんだと!謎は解けたぜ!なに?グレイトフルデッド!朽ち果てろ!叩き込む!直に叩き込む!置いてもらうぞ!逃がしはしない!掴んだ!直は素早いんだぜ!幹部失格だな!